どうもこんにちは、カマモスです。あぶね、俺は今何に乗っているでしょう。何に乗っているでしょう。正解は地球でした。バランスボールだと思ったでしょね。思ったよね。バランスボールだと思ったよね。残念、地球でした。タイトルとサムリに騙されてバランスボールだと思ったでしょ。ということでね、今回やっていくのはバランスボールチャレンジ。ご存知ですか？バランスボールチャレンジ。ご存知ないでしょう。なぜなら俺が今作ったから。バランスボールチャレンジというのはね、バランスボールの上でいかに日常生活が送れるかというのをね、競い合うチャレンジになります。今回やっていくのが第1チャレンジ、目薬。第2チャレンジがお手玉。あ、これもう日常生活まっしぐらですね。第3チャレンジが食事。第4チャレンジ、メモ取り。はい、これもうね、もう今の時期、もう新入社員になった時、バランスボールの上でもメモ取れるぐらいの勢いにならないと今の社会生きていけないので、第5チャレンジ、熱いお茶を飲む。熱いお茶なんてね、日常生活を健康に生きていきたいんだったらもう必須アイテムなので、最終チャレンジ、自撮りなんですけど、自撮りでね、いかに自分をよく撮ってネットにアップしてね、承認欲求を満たせるか。もう病むことない、やむことないですからね、これ。一日1枚以上撮ってますか？俺は一日1枚以上自撮り撮ってないです。はい、ということでね、今日の動画はこの6本立てでやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。やった！バランスボールチャレンジスタートです。いや、これこれこれよ。こちらのね、バランスボールを使ってやっていきます。はい、これですね、2300円した。これバランスボール高くね？マスとますます。第1チャレンジ、目薬。目、ちょっと空気入れるか。なんかブヨブヨしてるから。あれあれ、なんかこのバランスボール変です。このバランスボール取れないです。この線のグリャー。お、これね、あ、これね、あ、やばい、これ、あ、無理これ。安定器がある。安定器ある、これ。くそ怖え。できる気がしないんだけど、すべてが。あ、来たかも、来たかも。いきます。オープン。やばい。一回ね、一回安定期させよう。一回。オッケー？オッケー、大丈夫か？バランスボール大丈夫か？落ち着け。無理じゃねこれ。てか、縄跳びって言ったけど、縄跳びはバカ、さすがに。絶対できる。もう固めだ。固めになった途端死ぬわこれ。来た！お、来た！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 しゃ！来た！マスッタマスマス！次、お手玉。お手玉も地味やな。やっていきましょう。こちらね、お手玉。じゃ、お手玉です。3つはできないので、2つでいきます。おい、おい、おい、おい。おい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 、これはね、さすがに一発クリアあるよ。OK、いきます。あ、待って待って、何
何がクリアなのか、どこがクリアなのか基準決めないと。10回やったらクリアね。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、地味じゃね、ちょっと地味じゃ。はい、次食事。さっきねコンビニで買ってきたドリア。開けるのダメ。あ、マジ了解。はいはい。あ、でもこれ机に引っ掛ければこれ来たかも。いただきます。目薬より簡単だぞこれ。これで俺が倒れてドリアぶちまけたら1週間ドリア生活だよ。部屋の中がマジで顔面ドリアだけはマジ噛んでます。ゴミを置くところがない。あぶねえ、ちょっと待って。これは完食するまでが食事なので。え、これさ、バランスボール乗りながらの食事いいんじゃない、デブに。これでカロリー消費しながら食事を食えるわけでしょ。実質ゼロカロリーやん。これ持てばちょっとないの分かるよ多分。これ2倍速にしたら面白そうだね。机壊れたわ。机が壊れたので今回の食事チャレンジ続行です。映えてない。うん、映え。ごちそうさまでした。次何やんのよ俺は。あれ、これ縄跳び書いてないじゃん。やってみようぜ。ちょっとちょうどあるので、まず普通にやってできるのかどうかだよね。言えるぞ。行くぞ俺は。一回できたら成功ね。一回できたら。一回できたら成功だからこれ。行きます。こう。距離を考えてなくてカメラに縄跳び引っかかって俺の左目にカメラぶち当たっ。いってマジで。言いたいことはわかる。バランスボールの上でやるよ。いや無理なのよ。どうしてもだって後ろ行っちゃうの無理じゃん。無理。次だってバランスボールの上でジャンプするとボール後ろ行くんだよ。行くよ。マスとますます。メモ取りということで、こちらのメモ帳に誰か気になったねツイートがあったらそれをメモしていきたいと思います。まずはね、気になるツイートを探すところから。ツイッターをね、全然見てたんですけど、そうですね、考えたんですよ。ちょっと見てる間に別にバランスボールの上でメモ取らなくてもよくないという結論に至りまして、はい、まあ、どういう状況下でもメモを取るのは大事っていうのはあるんですけども、はい、先生もねそれ承知なんですけど、わざわざ安全な地面があるところでこういう危険なねボールの上に乗ってわざわざメモを取るっていう行為はちょっとおかしいんじゃないのかなということで、今回このチャレンジ
さっきの縄跳びチャレンジとすり替えさせていただきます。はい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 。決してツイッター見てるうちにメモ取ってるの、その映像を見て何が面白いんだということにね気づいたわけではありません。わけではなく、このね安全な地面があるんだ、安全な地面でメモを取りましょうということで、さっきのドリアの米粒落ちてる。5時間目の授業、熱いお茶を飲む。このコップは確か3日前に洗ったやつなんで綺麗です。かき混ぜるものがないのでカミソリでかき混ぜます。山の上で食べるラーメンが美味しいのと同じで、バランスボールの上で飲むお茶はいつも飲むお茶よりも美味しいと思うんです。なので今回やりたいと思ってます。温度チェック入ります。あー熱いねこれね、やけどしたらやけどしたらいいか。やだな。もし部屋にぶちまけてしまった場合、俺は一生お茶の匂いに包まれて生きていくことになります。じゃカーペットだしね、洗うのめんどくさいでしょ。リスク2、右前方にパソコンがあります。あれに一滴でもかかってしまった場合、動画が上がりません。それを背負った上で俺はこれを飲んでいくからね。こっちとそっちだけはもう勘弁つかまつりたい。やっていきましょう。なんでこんなリスクを背負った上で俺はこんなことしてんの。いきます。怖え怖え、これ一番怖え。バランスボールの怖さじゃねえ、これはもう置くかここに置いて、立ちはねまずなし。カエル座り、いきます。届かねえ。いきます。やばいよ、あ、壊れた壊れた、あ、もう茶生活、もう茶、あ、お茶、殺菌作用あるから実質アルコール消毒。持ちながらやばいかも、持ちながらの方がやばいかも。よし、いただきます。あった、これやばい。え、ちょっと足し湯。お茶を飲むときはね正座なので、作法に習って、作法にバランスボールがあるのかは知らないけど、手を添えてね、ちゃんといただきます。ちょっと待って、やばい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 、今やばいやばい。数々の疲労によって足腰がやばい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 、めっちゃスパイダーマン。このコップを離すことはできない。よし、いただきます。お手手を沿わして、デリシャス。これどうすんのこれ、これどうすんのこれ、やばいよやばいよ、これ死にだよもう。待って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 、きったねきったね、何これ何これ、一瞬で服にカビ生えたんだけど。うわ似合わね、ガリンタンクトップ一番似合わないだろ。ということで最終チャレンジ、自撮り、自撮りやっていきます。バランスボールの上でどれだけ漏れた写真が撮れるのかやっていきましょう。過酷な状況ほどねいいものが撮れると言いますからね。立つか、最終だし、いきます。手を離してスタート。えっと、ピースしたいな、ピースしたい、いきます。スタート。ちょっとね、立ってみたいから。一番バランスボールあったらやることでしょ、立つって。立ってみるわ、この状況から。ほい。俺もバランスボール乗らない。ガチで痛い。死んだかと思った。死んだかと思った。危ねえ。